多くの実況者が閻魔対閻魔の対決を実現させる中、阿行と運行、メズとゴズのコンビ対決をさせるという気候に走る実況者。はい、どうもキョペちゃんです今回なんですけども、阿行と運行、メズとゴズなんですけど、前のねコロコロコミックにコンビで使うとさらに強力にって書いてあったんですよ。ただ今こうやってステータスを見ると、特別なんかコンビで使ってね、なんかスキルでステータスが上がるっていう記載はないんですけど、実際これコンビ同士で戦わせたら一体どっちが勝つのかっていうのが気になったんでね、今回はそれを検証していきたいなと思います。でちなみに阿行と運行は A ランクなんですけど、メズとコズって S ランクなんですよね。これもう最初から結構ハンデっていうかね、差があるんですけど、いや多分ねやっぱりこの差は結構大きくて、メズとコズが勝つと思うんだけど、ただやっぱりね A ランクの阿行と運行に勝ってほしいななんて思ったりとかして、まあちょっとね実際に戦わせて検証してみましょう。さあバトルスタート。さあ阿行の先制攻撃、メズに一発入れた。さあそして相手のゴズが阿行を狙ってくる。さあ運行はガード。さあガード中の運行に攻撃、おっと尻上がりでメズが攻撃アップ。おっとそしてここでゴズも力アップだね。さあそして運行は自分に守り取り付き、守りアップ。運用はタンクタイプだね。さあ運用ナイス回避、しかし運用一方的に狙われている。さあ早くも HP が残り半分、おっとここでクリティカル。さあゴズが怒りの力でまたさらに力アップ、大丈夫かこれ。さあそして運用が妖術を使う、おっとここで運用に攻撃、いいね発動。さあやばいぞ、運用が早くも赤い点滅発動してる。さあそしてゴズに攻撃。さあやばいやばい、ゴズの力がどんどん上がってく。そして運用の守りアップ、これが阿行に入る。さあやばいやばいやばい、阿行ミリで耐えてる。さあそしてここで力と威力がチョアップ、おっとここで運用のカバウ発動、やばいぞ、これでコンビ愛が発動されている。さあそおっとここでゴズ倒した、阿行がゴズを倒した。さあそしてメズも狙っていく。さあそしてまた運用の守護発動、やばいこれぞコンビ愛。しかし運用も残り HP が少なくなってきている。さあ阿行の攻撃、さあおそらくメズも残り少ないはず。さあそしてまた運用の守護発動、運用ミリで耐える、運用ミリで耐える。さあどうなるこれ、おっとここでクリティカル171ダメージ、やばいやばいぞ、阿行と運用勝ったわ。いやこれぞこれぞコンビ愛だな、すごっかっこよ。あれなんでだろう、涙がはい、いやかっこいいな、かっこよすぎるこれは。いやいいものいいもの見れましたねはい、ということで皆さんの予想は当たりましたでしょうか。阿行と運行が勝ちましたね。はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画見て少しでも楽しんでいただけたら、ぜひ高評価ボタン押してってね。それではキョウペイちゃんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。